はようございます。おはようございます。ジュンです。ゆっこです。はい、今日はですねアコーディアさんの千葉桜の里ゴルフクラブに来ております。はい、スクランブル2人で、まあ、いい方のボールを取ってラウンドしていくやつをやっていきたいなと思います。バーディー頑張って取るぞ取るぞうーん、はいはい、こちらの左ドッグレッグのかなりになっております。はい、黄色い旗よりも左を狙いに行きたいなと思います。そうですね。さあこれちょっとむずいね。むずいね。多分左手前すぎたら木邪魔になるのかもね。そうだね。まあ旗左のあの看板でいいか。うん、うん、ちょっと後半になるとテイクバック浅くなって引っ掛けやすいし頑張って。うん、うん、テイクバック思いっきり、うん、後ろ向く。え？やばい。あーあーまあカート道？カート道にありそうだね。はい。右向いたんかな私。右向いてなかったと思う。左右そんな行かなければ短くても大丈夫。そうだね。こうパー5でしょ。4じゃない？パー4か。長くない？あ、そこ赤旗、赤く、あの100ヤード過ぎ。じゃあやっぱりこれまっすぐ打ったらさ、ドライバーいらないけ。いや、いいよいいよいいよ。まっすぐ行こう。まっすぐ行こう。まっすぐ行く。あ、いい、完璧完璧。はい。まあいいんじゃない、安全。安全安全。やっぱ体が勝手に右に振ってってんのかなこれ。ね。うん。やっぱちょっと左あれバス怖いもんね。うん。ナイスショットですよ。大丈夫ですよ。ありがとうございます。つま先上がりですわよ。はい。ちょうどこのちょっとピンはここぐらい。ここぐらいです。ここです。U6。はい。え、いいよ。お、いいんじゃない？え、めっちゃいい。お、いいんじゃない？え、めっちゃ良さそう。え、めっちゃ良さそう。あ、乗った乗った乗った。ナイス。ね、めっちゃうまい。めっちゃうまい。なんか、なんか、噛んだ。よかったね。うん、めっちゃうまかった。6番アイアンですね。そこでしょ？ああ、右出てる。でも、特に問題は。はい。はい。まあでも、大丈夫。ゆっこさんがね。うん、完璧に乗せました。ありがとうございます。乗ってたと思う。はい、イエイ。いやー、よかったやった。ナイスです。すごいです。チャンス到来。チャンス到来。やったー。やったねー。お願いします。怒られた。やばい、テンション上がって。怒られた。安全運転でお願いします。近い。よっしゃ、これ絶対取んないと。これはね、やばい。これはやばいですよ。緊張。めっちゃ近いじゃん。これはでもちょっと下り。ちょっと下り。え、でもほぼほぼほぼまっすぐ。まあどっちかは入るよ。そうだね。え、いいよ。お、いいじゃない。え、めっちゃいい。お、いいんじゃない。え、めっちゃ良さそう。え、めっちゃ良さそう。乗った乗った乗った。ナイス。やったー。ね、めっちゃうまい。こっちから撮ったね。いやー近いね。ちょっとどうする。あ、フックこれ。ちょっとフックの下りです。みんな切れないでしょう。はい、この距離右打ち。そうですね。うん。うん。い
際どい感じ。半分いくか、うちかどっちかだね。ね。行きます。なんかくめっちゃ下ってるんだけど。はい。はい。ナイス。取れてるね。毎回確認して。ゆうこさんナイスバーディーです。よし、後半2つ目、はい、ゲットです。これ今全部ゆっこのボールじゃない？フリーバーディー。やったねー。ナイスバーディー。貢献、貢献。ナイスバーディー。セキュー。ゆうこちゃん。はい。バーディー、一人バーディー取ったゆうこちゃんに。はい。今日お土産があります。お土産。なんだろう。でも渡したけど。なんだろうじゃない。茶番。茶番です。今日は素敵なアラサーの私に素敵なお土産を。はい。な二つも。はい。いただいちゃいました。はい、ででん。イエーイ。そう。これは美容液をね、実は私開発しまして。すごいね。開発かまあ販売することになりまして。何でもやっちゃうね。何でもやってます。昨日かな、うん、本当はあのレセプション、はい、パーティーがあったんですけど、まあ、ゆっこちゃんちょっとお仕事で間に合わず、はい、そうなんですよ、はい、滑り込みもできなかったです。渡せなかったんで持ってきました。はい、これはヒト幹細胞の美容液ですね、うんうん、はい、その一般的に出回っているヒト幹細胞の美容液って、うん、脂肪から取ってるのが多いんですけど、私のやつはヒト再帯血って言って、はい、その血液、へその緒の血液から培養してる美容液です。もうアンチエイジングです、ね、アンチエイジングです、はい、ビステモっていう 美容液になります。ビステモ、はい、こっちはシートマスク。そう、うん、超楽しみ。でもちょっと早速使って、はい、使ってみてください。口コミします。はい、なんか宣伝みたいになっちゃったねこれ。超楽しみ。使ってみてね。ありがとうございます。はい、じゃあ次は、はい、ショート客、はい、3、はい、9番で打ちます。はい、ちょっとトップ気味。いやーどうでした。いや、やばいです今のはもう体がふらふらしちゃってました。はい、全然ダメです。まあちょっとゆっこさんがいるんで。いやー、ちょっと奥かプラスさん、うん、まあなんかね。まあなんかで、ね。頑張ってパーにしよう。やばい。キッ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 。足が疲れてきたね。そうかもしれない。金木犀のいい匂い。本当だ。めっちゃいい匂い。ねえ。秋だね。秋だね。いい匂い。ところで、はい。ジュンさんは、うん。こんな人と回りたいとかありますか。例えば芸能人。あ、芸能人。はい。いやー、私はやっぱ三浦翔平さん。イケメン来たー。ね、ゴルフお上手らしいですね。そう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 。ね、はい、素敵だよね。三浦翔平さん。ね、回りたいです。なんかウェアとかすごい似合いそうだよね。ね、かっこいいって聞きます。そうなんですね。そうなんですね。ブリーフィングを着てるとか。ああ、なるほど、ブリーフィングさん。はい、いいですね。ちなみにゆっこさんは。私は、はい、もうさんまさん一択。一択って何回使ってるんだ。さんまさんだってめっちゃ面白いし、うん、たまにあの学大のひもやで練習してるって聞くんですよ。へー、そう、
さ、ね、なんか聞いたことある、なんかさんまさんが練習中とか、はいはいはい、遭遇したとか、めっちゃ羨ましいで、さんまさんがさんまさんが総理大臣になったらいいなっていつも思ってる。あ、なるほどね。めっちゃ日本明るくなりそうじゃない？確かに、うん、さんまさん。あとはお願いします。え、あとキムタク、それは会いたいやっぱ永遠のね、うん、うちら世代だとね、やっぱ一番はキムタクでしょう。いや、かっこいいよ。はい、じゃあジュンさんのところからやっていきましょう。はい、そうですね。私あのちょうどピンの横ぐらいにボールが来ておりました。ちょっとねハーフトップ気味だったんですけどね、大丈夫でしたね。うまい、うまいよ。あー、ちょっと強いか、ちょっと強いわ。ちょっと強いけど、あー、こんな感じです。はい、お、ストップ。あの、ナイス。意外と転がる。うん、なんか斜めなんだよね旗が。こっちに傾いてる。あ、本当だ。どうする、取っとく、うん、いける、入れるよ。あ、いいよ。あっゆっこ、ゆうこ急に抜くとね、急に抜くとね。よし、危ね。意外と曲がるでしょ危ね。意外と曲がった、命ねありがとうエスパー、ナイスパー、ナイスヨシ、おはようございます。このホールは何、左ドッグ、パー5、左ドッグです。このね、左側に曲がっていきます。久々の正面からの撮影でございます。お願いします。パターより左。はい。おお、うまい。え、いいじゃん。え、いいじゃん。あそこでもラフなのかな。ラフっぽい。ラフっぽいんですよ。ラフなのかな。うん。ラフっぽくない？ラフっぽく見える。へえ。いや、わかんないでも。うん、ナイスショー。これめっちゃいい。めっちゃ飛んだくない？これめっちゃいいよ。すごい飛んだよ。すごい。ナイスショー。完璧。はい。私のボールがかなり飛んでいたので。飛んでましたよ。はい。じゃあ、ゆうこさんお願いします。じゃあ。まっすぐ。はい、まっすぐお願いします。行ってみよう。頑張りましょう。はい、頑張ります。4番をウッドにしてみました。左側に打っていってくださいね。右よりは。おお、いいよ。いや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 、いいでしょ、いいでしょ。キックして、キック。どうなってるんでしょう。え、いい、良さそう。良さそうかな。ナイスショー。ダフった。ダフった。ダフんだ。どうなんだろうね。私はでも、左ドア。結構多分あると思うよ。うん、オッケー。はい。ゆうこさん、めっちゃ飛んでますよ。あ、私の渾身の4番ウッド。めっちゃ飛んでる。おお、ほんといいとこじゃん。よきやん。多分、40ヤードぐらいと思います。40ヤードぐらい。
40ヤードぐらいです。はい、58で打ちます。もう適当になってるわよし、バーディーお願いします。うまい、うまい。あ、ないかも。あれそうかな。うまい、うまかった。ちょっとちょっと左足下がってんのよね。止まらないかも。止まってないかも。あれちょっとガーンと入っちゃった。感度で。はい。あ、こっちの方がいいんじゃない。どうで、あ、やっぱ強い強そうだよねやばいよね。見えない。見えないね。見えないからわからない。ちょっと行ってみるしかないですね。行ってみましょう。ピンマイナス9だもんね、うん、ちょっと強く入っちゃったよね。だけどあれさ、開いて打つのはちょっと怖いよね。怖い。ちょっとね、できなかったです、うん、私も。へー、えっとだいぶオーバーでした、ね、やめた。うん、ああ、いや頑張ろう頑張ろう。いや、からワンチャンあるから。そうだね、ナイスパ。あ、惜しかったね。惜しかった。でもやっぱり。いや、これ3打目。バーディー取れません。3打目が。3打目がちょっと良くなかった ね。強い。次頑張りましょう。